ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、ダヴィンチは誰に微笑む。監督は、アントワーヌ・ビトキーヌ。2021年の作品です。クリスティーズのオークションで、2017年、絵画としては当時の最高額、約508億円で落札された、レオナルド・ダ・ヴィンチ作とされるサルバトール・ムンディ。2005年にルイジアナの民家から、突然化の絵画が出現した際の落札価格は約13万円。画商、学芸員、専門家やジャーナリストたちの目を通して見る、知られざる絵画ビジネスの内幕を暴き出したドキュメンタリー。美術に興味がない人でも楽しめる、現代の錬金術のお話です。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。